それではパート3の意味の空間から意味の構造への話に入りたいと思います。えっ、ー、と、この章で、まあ先ほど言いましたように、あの、埋め込みっていうのは多次元であっても、あの意味を一つのポイント、点として捉えるんですね。で、その点の中にも構造がある。 で、意味の空間から意味の構造を進むためには、ちょっと準備が必要なんです、ね。で、この章ではいくつかのツールが提示されて、それをカテゴリー論的な位置づけが行われます。で、同時にこの章では、エンベリングの基礎となった線形大数的アプローチとカテゴリー論的なアプローチが、実はパラレルな関係があるんだ、ということが一つの,の主題になっています。具体的には、あの、はい 形状フィールドですね。フィールド形状に値を取る集合 X 上の関数と集合のカテゴリーセットまたは別の円律と化されたカテゴリー上に値を取るファンクターとの比較に注意してほしいというふうに思います。で、意味の空間から、あの意味の構造がこういう中身。最初にだから今ちょっと見た、あの行列の分解。これはあの、世界大数では非常に基本的な 定理だと思いますがシングラーバリューデコンポジションの話をして、それのカテゴリーバージョンであるプロファンクターの話をします。で、それからここはちょっと難しいんですが、イズバルアジャクションという、まあ、あの、ちょっと、あの、あの、ちょっと難しい話をします。それから最後のフォマルコ、これは優しいですね。 でそういう順で、まあどういうふうにこの意味の構造をアプローチするかい、いろんなツールを紹介しながら、それが実は、あの、もともとの線形代数と非常に近い、あの、パラレルな、あの、関係を示しているんだって話が、示すことが一つの目標になってます。まあ最初にシングラバリュー、シングラーバリューデコンポジションの話を。で、 ここで先ほども冒頭から述べているその関数を考えることが重要だって話とのつながりなんですけれども、でここで言ってるのは実は行列っていうのは関数なんだって話なんですね。で、有限集合 XY が与えられたときに体形上に与えをとる XY 行列は関数 MX から X×Y から K の関数と考えることができる。 簡単なカーリングっていうか、あの、引数を減らして、で、複数、二つの引数があるんですけれども、で、この M ってやつは、それをですね、まあ、引数を一つにして、帰ってくるのが値じゃなくて、その値を、関数が帰ってくるような形にする。それカーリングと言いますけれども、で、そうすると、あの、M は関数 X からあの K と Y と Y から あの、k と x を定義するというふうに、m を、行列 m をあの考えることができる。で、xy の要素を順序づければ、関数 m は、x この行と y この列からなる長方形の数字で表れる。ここで、x 行 y 列の数字は mxy になる。当たり前のことを言ってるんですね。で、あれ、これは何だったのこの時、関数 mx コンマ、ブラック。 これはだからあれですね。あの、ベクター、y、ベクターですね。で、行列 M の x 番目の行と同一つできる。この関数は、x の要素と同じ行の、同じ数のエントリーを持ち、y を行の中で、y 番目のエントリーに来る関数を定義する。で、同様に、m の y 列というのは、m、カッコ、ブランクコンマ、y。これは x の関数で、y に値を取るんですけれども、 で、そこの、あのー、X の部分は、あのー、いっぱいある。これは、だから、エントリーがたくさんあるってことですね。で、これは、あのー、この、X は、あのー、X と K の部分集合、Y も、あのー、K と Y の部分集合になって、これを定義域を線形に拡大すると、線形写数 M star で K t X と K t Y が得られる。それから M は K2Y から K2X のシャアだとすると。で、この線形シャアはもちろんその行列 M とその点値行列 M スターに関連した。で、ここの図を見てみればわかりますけれども、まあ最初に与えられたのは X、一番下の行ですね。X は K2X への埋め込みである。で、それでただその X の定義域を線形に拡大すると K2Y が得ら,れ得られて自然に K2X から K2Y の、あの、写像、写 M スターが得られる。で、この問題ですね。で、Y は、あの、K2Y に埋め込まれて、で、その Y の定義域を、あの、線形拡大すると、K2X が得られて、この場合は、K2Y から K2X への写 M が得られる。という関係になる。ということです、ね。で、このシュート紛らわしいです。M と M スターの合成。 と、あの二つで M. から M. スタート、M. M. M. スタート、M. スターエっていうのは、特別な性質を持ってい、ね、線形しあうつもりである。で、これですね、ちょっと、あの、論点、先取りかもしれませんけど。M. が、あの、U. シグマ V. スタート、S. V. D. 分解できたとしましょう。で、この S. V. D. 分解っていうのは、U. も V. もユニタリー で、この m のスターっていうのは、これ、スターを取るっていうのは、その順序を逆にして、それぞれスターを取ればよくて、で、v、スター、スターは、v に戻りますので、この m のスターいうのは、v、シグマスター、u スターで、で、かつ、u と v はユニタリーだから、u スター、u も、v スター、v も1になります。だから、m スター、m っていうのは、こういうふうに並べて書くと、v、カッコシグマスター、シグマ、v スター。 で、mm スターっていうのは、えっ、ー、と u、u, シグマシグマスターの u スターで、これは要するに上の方は、あのー、要するに、これは、あのー、v の固有値分解ってやつですね。あの、これ、ちょっと、m スター m も mm スターも正方行列、あのー、行と列の数が正方行列になりますね。で、だから、あのー、m スター m っていうのは v の固有値分解。 で、mm スターとっていうのは u の固有分解。だから、v の列ベクトル。これは特異ベクトル。ミニベクトル、ベクトルってうんですが、ね、m スター m の固有ベクトルになるし、u の列。全部これ、あの、あの、u の方も、あの、スターが付いてるんで、列ベクトルで見てますけれども、それは左特異ベクトルってうんですが、mm スターの固有ベクトルになります。だから、このシグマの非ゼロの要素は、 あの、m スター m または mm スターのあの非ロの固有値の平方という関係があることが分かる。これはとても大事な性格ですね。で、もしも、あの、基礎にある体系、これは先ほど言ったやつですね。この、あの、実数案に固定すると、まあ、実行列なんで a、a スターは a スター a になります。だから、これはノーマルってやつですね。だから、スペクトル分、スペクトル定理が使える。これも説明。 これは昔量子論の話のよ,、ね、よく使った定理なんですけれどもで、それぞれ mm スターと m スタームの固有ベクトルからなる正を、あのー。正規直行規定 U1 um とあの正規直行規定。これはあのー、ワンフットベクターと同じですね。で v。 v 野の売ることができる。それで、もしも R を M と N の小さい方とすると、ヒープの固有値、ラムダ1、ラムダ R。これはランクですね。これを共有することになります。で、このデータはこれを因数分解するのに利用できて、で、これ、ちょっと順序ぐるぐる回ってるかもしれないですが、これがだからシングラーバリューデポンポジションというやつですね。で、UI が U のレスベクトルで、V アイは V スターの行ベクトル。だから V のレスベクトルですね。シングマは m かける n の対角行列で、そのアイマメントリーは、この固有値のルート。だから、あの、得意、あ,あの、シングラーバリューっていうのは、固有値の平方根なんですね。行列。で、これは U と V は、あの、ユニタリーだと、ポッ,トットと言います。SVD の用語では、この実数シグマをシングラーバリューと呼んで、ベクトル U。 を左シングラーベクトルで、V をあの右シングラーベクトルと呼ぶわけです。で、この K2X と K2Y 属するベクトル、これは要するに2つのベクトルをペアにしてるんですが、お互いにこれは大事な関係があって、M3UJ がシングマ。これはあれですね、固有値の式と似てますけれども、U と, J U とあのシグマ いうのはあのあのスカラーなんですけれどもあの U と V はあの互いに入れ替わってますね MVJ がシグマ JUJ でこういうふうにお互いにこンペアを作るんですよこれはお互いに関連してるという話をしていますでこれをあと順序付けてあのこのペアの,あの順番に並べることができる で、先ほど見たように、このランクが大きくても S で、このプロレュニュースノームって言いますが、先ほど見たみたいに、まあ、距離が近いものだと思ってもらえばいいんですけども、そうすると、その近い行列は M' イコール U シグマダッシュ V スター。で、これシグマダッシュというのは高い行列で、で、皮膚のシングラーバルの最大のものは S だけであるようなものをですね、 で、これ、ただ、シグマは、これは対角行列ではなくて、M×MN の場合だったら、あの、この関係ないとこ削除する。で、これを見てもらえばいいかもしれないですね。で、すべての M×M の行列は次の形に分解できる。で、これはだから先ほど見た、あの、要するに、固有値分解っていうのは、 あの、正方行列しかできないんですけど、シングナバリューデコンポジションっていうのは、任意の行列に対して適用できます。で、ただし、ここで V は M×M。これ、あの、これは M が N より小さい場合ですね。あの、V は M×M、U は n × n のユニ行列で、シングマは D を M×M の体角行列としたときに、D と後ろに0が、 並んでこの下の図を見てもらうと真ん中の D のところあの四角の,あの黄色いところが、えー、と対角行列になって後ろのゼロが並んでますねこれ実はあの M が N より小さい場合あの要するに行列が長い場合ですねであのシグマのゼロの作用であのあれです あの、m が n より小さい場合には、この d バーゼ0じゃなくて、d の下にゼロが並ぶって形になるんです。だから v の方が影響を受けるんですね。で、シグマのゼのの作用で u だが1番機能しない。それを省いたもの。この紫で書いたところ、下の紫以外のところは実は d のゼロの作用で、これ効かなくなっちゃうんですね。だから、そこだけ取れば、あの、この m イコール v du ゼロ、u0 っていうのが、あの、なんだろう。あの、この紫の部分ですね。で、これはただ m かける m で、この m がもしも大きい場合だったら、まあ、普通は mu、あの m は u sigma v っていう、こういう一番上にあるように、こういうふうに、あのー、あのー、 シングルバリューでコンポジションができるんですけれども、そうじゃない場合には、これは先ほどちょっと違ってて、先ほどは後ろの U が変形したんですけれども、U0 に変わったんですが、これは M が N より大きい場合なんで、今度は U が影響、U の行が、あの、行じゃない、列がちょっと減ってますね。で、VV、シグマや VV はそのままです。んシグも変わってるか。 まあそっかそれ、あのゼロのとこ外してる。でもっとコンパクトにすると、これはコンパクト SVD ってやつで、ね、もうゼロ以外のシグマのところを見てほしいんですが、シグマのところを全部、あのゼロ以外のところを全部カットして、で、こういう形で、まあ前にも言いましたが先ほどの図解は、先ほどっのこれだよね。これは、ごめん。これは、 U のところが影響を受けたんだけど、これは M が N より大きい場合なんで、U の方が形、その形が変わってますね。で、こういうのも、いずれも、あの、SBD のバリアントになります。で、あ、終わっちゃったけど、まあいいかな。 ま、これはちょっとあの、大数の教科書では必ずあの、SVD は出てくる話なんですが、これが実は活躍します。で、ここ次に話すのは、その、行列のあの、カテゴリーバージョン、プロファンクターというんですけれども、で、界大数がカテゴリーのように移ると驚くほどよく似た話が見えてくる。 2つのカテゴリー C と D が与えられたとき C 行 D, C D 行列の,あのアナロジーというのはプロファクターと呼ばれるもので集合のカテゴリーセットの与えを取るファクター C オップタイムス D からセットになる。で、このオップはまああまり、あのーあのー、意味はないんだけど行列の場合だったらこれは行と列をあのトランスポートするというふうに考えてもらったらいいかもしれません。 で、このプロファンクターの C オップタイムズ D からセットっていうのは、この、もしもこのカテゴリー C と D があのディスクリートで有限だったらは、プロファンクター単に2つの要素のペアでインデックスされた集合の集め。それは数字の代わりに集合エントリーとする行列だと考えればいいっ話をしています。 で、簡単なキャリングで CD のオブジェクト CD に対して C に対して FC コンマブランク D に対して F ブランクコンマ D でで、プロファクター F というのはペアのファクター C からあのセットと D のオブジットと D からセットから C のオブジェクトを定義することがわかります。 で、この世界ライスの場合と同じように、このファンクター FC コンマブランクは行列 F の C 行目の集合として考えることができればいい。このファンクターは、このファンクター D からセットへのファンクターを定義して、このファンクターで D の J, J 番目のオブジェクトは行 FC。これだからこれさっき、行、行、 行列のところで説明したのはほとんど同じことを単にカテゴリー論の言葉で言ってるだけですね。で、ここも同じです。で、これは、あの、のオブジェクトの行、行に当たるもののオブジェクトの集まり、あるいは列に当たるものの列ベクトルを、あの、見つけるというようなことが、このファクター F がしているということですね。 で、カテゴリーが4の大エンベディングで、あの、プレシークのカテゴリーに埋め込まれた。前の場合には、あの、旋回拡大で、拡大してエンベディングを拡大したんですけど、ファンクターは1位に、次のファンクター F アップスターと F ダウンスターに拡大できる。で、まあ、それはこうリミットと、これはまあ、いいです。で、こういうやつですね。で、ちょっとうるさい、オップがついてうるさいんだけれども、F アップスターっていうのは、あの、C からセット 人へのファンクターをあの d からセットへのファンクターに移す。f あダウンスタートな d からセットへのファンクターを c からセットへのこういうやつですね。これ、先ほどの行列のところと d とはよく似てるんですよ。で、これカテゴリー1にはこういう風になったんです。これは先回出すのはこういうのとよく似ていますで。 まあ、体形がセットに変わったこと。あるいは、その、y、あの、営に対する、体形上の y v e c t o ってやつが、その、要するに、あの、プレシーフ、あるいは、あの、なんだ、あの、コプレシーフに変わったものですね。埋め込みやれが先形拡大じゃなくて、いろんなエンベディングで拡張されているということ。これは、なんか対応をつけます。で、 これはオプを外すと、こういうふうになります。あのブルーの枠の中を見てほしいんですが、プロファクターはこうなります。で、これは行列のあの、mm スターと m スター m が、あの、なったものと、あの、きれいに対応してる。あの、 K はセットに移ってるんですが、X の部分が D だったり C だったりして。だからこのプロファンクターで F アップスターあるいは F ダウンスターを考えると、それは行列の場合の M と M アップスター、M スターを考えたとことのパラレルに話が進むということですね。これがだからプロファンクターによる行列の拡大。これも関数なんですね。で、ザウルディ ジャンクションと。これはちょっと難しい話なんですけれども、で、線結写像 M とそのトランスポーズ M スターの合成で定義される M、M スター M、あるいは M、M スターが、あの、特別な意味を持つように、この F、アップスターと F ダウンスターは特別な施設を持っていて、これはですね、この F アップスターが、 これは下の、下の矢印の方かな。で、こういう対応関係をイズベルアジャンクションというふうに呼びます。ジョンバイズはこれはイズベル、まあ、ジョンバイズだけじゃなくて、イズベルデュアリティというふうに呼ぶことがあります、あ。こういうことですね。これはちょっと表記が違うんです。C-OP、あの、上の方ですが、C、C-OP セットというのは C-OP からセットへのファンクターカテゴリーをこの括弧で表しています。 か、後ろも同じで、C、コンマ、セット、カクカクコ閉じっていうのは C からセットへのファクターカテゴリーですね。これが実は、対応する。で、これはだからな、なん、のことはない。これ、順序逆になってますかど、まあ、どっちでも同じですけれども、この C オプセットっていうのはプレシーフですね。C セットっていうのはコプレシーフです。で、それが、実は、あの、対応付けられる。 って話なんですねこれはペアで同時に生まれると思ってもいいんですね。多分あの、台断の,のそのソシュールの,あの意味するもの、意味されるものの二重性をこれで説明しようとしてるんですよ。まだそういう、ここまで議論してないんだけれども、狙い場でも分かりますね。このイザブル・デュアリティを使って、 意味の二重性を説明しようというのは彼女の狙いだと思います。多分そういう、そのうちそういう論文が出るんだと思います。あ、これもなんか字が飛んでますね。で、合成されたファンター F、アップスター、F ダウンスターと F ダウンスター、F アップスター。 で、同型なオブジェクトこれはニュークライ、書くと呼ぶんですけれども、これは行列の左右の、あの、得意ベクトルに似ています。上の方が、だから、これはファン、あの、プロ、プロファクターの場合ですね。f、アップスター c が d になって、f、ダウンスター d が c。これはだから先ほどの sv の場合の m アップスター u が、あの、シグマ v になる。で、こういう式とよく、非常によく似ています。 で、こういうのをニューくらい。この C と D のペア。これはだからあれですよね。あの、行列の場合だったら、行列の、あの、固有値に、そう対応するもの。それは、あのー、重要な構造を持っていて、そのカテゴリーをコンプリートでココ、コンプリートなものを持つものに変える。っていうことですね。で、行列だってそうですね。この特異ベクのペアも構造を持っていて、それをあの大きさの順番に並べると、とんで、これは多分、 意味があって、特異値の大きい方が実は、あのー、作用がでかいんだよねだから禁似するんだったら特異の大きいやつだけ選んで、小さいやつはしてないいんですよ。で、プローファンクターのニュークライはそれとは違ってもっと複雑な構造を持ってるんですが、まあそれは今回その話、あのー、 また別な機会に。今のところ行列の得意ベクトルが得られる単語の埋め込みは意味にベクトル空間構造を重ねる方向方法として解釈する。で、ここはだから要するに、あの、単語の埋め込みっていうのは、ベクトル空間の構造を、あの、まあ全部ベクトル空間で一式で、一式に塗りつぶしてしまうっていうイメージを彼女は持ってるんですね。で、まあ、 意味的類似性のような言語の特定の側面については、ベクトル空間の構造が適しているんだけれども、ベクトル空間の構造を重ね合わせることで他の意味を覆い隠してしまう可能性がある。みんなはだからエンベディングで、ベクトル空間の一点を意味として捉えて、それで喜んでるんだけれども、それは実はその意味が持っている構造を覆い隠してる可能性があるんじゃないのって話をしています。 で、イザベル・ジャンクション、イザベル・リュアリティが言語の他の構造と、これは先ほど多分まだ明示的に言ってないんだけども、多分、あの、要するにソシュールが言うような、あの、意味するもの、意味されるものというような関係。で、その二重性ですね。それをこのイザベル・リュアリティで、その構造を得られるというんだと僕は思っています。で、このイザベル・ジ,ジャンクションがイザベル・リュアリティって言って、 この文献これもなかなか面白い論文ですね。これもぜひご覧ください。それからフォーマルコンセプトの話をしようと思うすこれもちょっとあのなかなか面倒くさいと思ったら、実は非常に単純な概念なんですね。フォーマルコンセプトっていうのはあの次の三つの GMI で G はオブジェクトの集合、M は属性の集合です。で I というのは、どのオブジェクトがどの属性を持つのかを表すインシデント、あるいはコンテキストと呼ばれる、そういう集合。なんか難しそうなんですが、要するに、あの、コンセプト、あの概念というのを基本的にはオブジェクトの集合と属性の集合のペアで考えようっていうアプローチですね。で、これはですね、あの、実は、 あの、よくある話なんですよ。それは、例えば、今の、あの、分散意味論が登場する以前の代表的な意味の解釈あ、そのことちゃんと触れればよかったんだけど、エンティティモデルというのがあります。で、まあ、あるものには、そのあ、まあ、外縁的な名前がつそれをエンティティと呼んで、それが様々な、あの、属性を持つ。 というモデルですね。だからそのフォーマルコンセプトって僕はそのエンティティモデルの数学版だというふうに思っていて、だからあまり深くはないだろうというふうな印象を持っていたんですけれども、まあでも彼女これを扱好きなんですよね。だからこれを扱ってるんで、で、オブジェクトの部分集合、あの、と属性の部分集合、それぞれ A と B として、で次の演、ね、算、A' っていうのは、 A のすべてのオブジェクトが共有すべての属性の集合。だから A ダッシュをすると、A はオブジェクトなんですけれども、あの、属性が変わります。属性の部分集合が変わります。それは B ダッシュというのは、B のすべての属性を共有すべてのオブジェクト集合。だから B は属性の集部分集合なんだけれども、B ダッシュでダッシュを取ると、なんノーテーションまずいような気がするんだよね。で、B ダッシュは B の変化形じゃなくて、あのー、 オブジェクトの分集号が変えるんですね。で、まあ簡単な例を挙げますと、こういう、これはあの左にオブジェクトがあの行で並んでいます。これは海に関係する。水に関係する。で、上のそのカラムはあのその水の属性です。テンポラリーとかランニングとかコンスタントとかそういうのが属性で。で、その左のオブジェクトが こういう属性を持つとこにペケを入れてるんですね。だからこれは、あの、これはだから先ほど ITT モデルだって言ったんだけど、左に例えばユーザーが並んでて右側に好きなものを並べれば、ある人が好きなものの表ができますね。で、これはリコメンデーション使われてるんですよ。リコメンデーションで誰が何を好むか。 であるいは何を好む人はどれくらいいるのかとか、そういうことをこのテーブルから、まあ巨大なテーブルできると思いますけども、そういうのが、あの、こう思わあの、この、あのあ、だからもしもですね、もしも A をラグーンパドル C とすると、ラグーンとパドルと C のところを取ります。 で、これ横に並べて、A' ダッシュっていうのは、だからこの、これがペケを取ってる、ぶつかるところを全部、今度はブルーの線で囲ってますけど、それを全部集めたもの。それが A'。ダだからこれは属性の集合ですね。で、もしも B、これは B の方から見ていくと、B をテンプル、あの、属性の部分集合を取ると、で、これの B' ダッシュっていうのは、で、ここと交わるところを全部、 あの、今度は赤で探したもんだら、グンとパールィブと C が変える。で、これはだから A と A'B と B' の関係ですね。だからこの表、これはコンテキストと言いますけれども、この表が与えられると、この演算ができるということです。で、これはまあ、クロージャー。クロージャーはまあ、だからいいでしょう。あまり面白くない集まりですね。で、このコンセプトっていうのは、これはウェイリーって人がやった定義で、なかなかこれはエレガントといえばエレガントなんですけれども、 えっと、あの、A を、あの、オブジェクトの部分集合。B、あの、B を、あの、属性の部分集合だとすると、A' イコール B。で、かつ B' イコール A が成り立つときに、それを、あの、AB の組をフォーマルコンセプト。で別な言い方をすると、AB がフォーマルコンセプトと呼ばれるのは、A のすべてのオブジェクトが B のすべての属性を持つ場合。 そういう場合では絞っていくんですね。これをフォーマルコンセプトと言います。で、まあ、それはコンテクスト、あの、表、あの、先ほど表コンテクストと呼ぶと、コンテクストで、A と B のペアっていうのは外念、オブジェクトと、あの内、内包あるいは、あの、まあ、あの、オブジェ A の方が外念的なもの、B の方が内包的なもの。 というふうに、まあそれも順序づけられて、それは外縁については、あの、大きい順。あので、内包については逆になりますね。だって外縁がどんどん広がっていくと、あの、なんだ。うん、違う違う。あの、内包っていうか属性が、 あの大きければ大きいほど外縁も広がりますね。で、ただ、あの内方が小さいければ小さいほど外縁も小さいものうだ。まあそういうふうに順序をつけることができるっていう話ですね。で、この順序で、ね、フォーマルコンセプトの集合は最大共通の海外念、ね。で、それはあの共通文ですね、外縁その外縁は全ての集合の外縁に共通するオブジェクトで構成されて、 で、同様に、すべてのフォーマルコンセプトの集合は、最小共通の上位概念。それは、その内方は、その概念の集合のすべてのオブジェクトもすべての属性から構成。だから、ミートと、なんでしょう、ユニオン、上位か。あの、ミートと上位の操作で、ラティスシの構造が定義されて、で、すべてのコンプリートラティスというのが、あるフォーマルコンテクストのコンセプト、あの、ラティスであることを示すことができる。 まあ、そうやって、あの、こういうフォーマルコンセプトで完成したものでピックアップして書くと、こういうふうにどういう関係があるかっていうのが、あの、ラティス構造で分かる。これ上の方はだからオブジェクトを表します。下の方の赤い字は、あの、そのアトリビュートを表していますね。で、そういう構造が見えてくるという話です。で、この、エンリッカテゴリーの観点からエザブルアジャンクションを考えると、考えよう。 ということで、ベースのカテゴリーをセットからカテゴリー2、0と1。しかもこれは0と1への差はないのかな全く0と1だけの要素。で、この2つの有限集合、X と Y の間のプロファンクターはカテゴリー2で演立された二算カテゴリーと見なして、なんなる関数で、X、X×Y から0、1への あの、関数。これは要するに、xy 上の関数に、あの、関係ですね。前はみんな関数でしたけども、これは部分集合を表すわけで、xy 上の関係におかになりません、ね。で、これでですね、ファンクター、この r アップスターと r ダウンスターをこういうふうに、あの、考える。で、この r アップスターというのは、x の分集合、A、要するに、 あの集合オブジェクトの集合をあの、あの、なんだ。これは先ほどのダッシュに対応してますね、どっちかというと。オブジェクトに対しては r アップスター適用すると、あの、なんだ。属性の部分集合が変える。で、r ダウンスターは属性の部分集合に対して、あの、オブジェクトの,あの部分集合を返す。 でこれはあれですね。A' と B' に対応してますね。で、これであの動かないフェクトポイントが出て、それをフォーマルコンセプトというふうに呼ぶ。というふうに考えると。で、これは、まあ、これはそうですね。先ほど。でこれ、先ほど、ね、同じ話ですね。これ、同じ話ですね。 で、行列の特異値ベクトルのようにそこには最大あるいは最小のフォーマルコンセプトがあるのである。で、あとはそのフォーマルコンセプトの,あのミートと上位の定義が書かれてあります。で、これは集合のイオンとインターセクションに似てるんですけれども、本当は違うんだって話をしています。まあこれは、あの、まあ僕は あのー、あんまし面白くはなかったんですけれども。あのー、バイズが、そのイズベル・ギュアリティの論文を紹介しています。で、これはあのーあじゅん、あのー、あ、それ先ほど述べましたね。なんで、ここでは、そのフォーマルコンセプトの議論を補足するものとして、ローベールの、これ69年だと思いますが、アジュン・エンファウンデーションというものを、 これも、あの、カテゴリーのも最も基本的な論文の一つですね。まあ、これも、まあ、関係して読んでいただければという。まあ、この章のポイントはですね、プロファンクターと行列の類似性ということで、プロファンクターの場合には、この F アップスター、F ダウンスターの積っていうのは、あの、D 上の、あの、プレシーフから D 上のど、どっちか忘れたけど <laughs> まあ、こういう関係ない。これは行列の場合の mm スターと m スター m の x 乗のベクトルから、これは、あれですね。あの、y 乗、あの、もう一つの逆の方は y 乗のベクトル。下の方はあれですね。上の方はニュープライ。あの、プロファンクなのニュープライというやつと、あの、行列の場合の特位値っていうのは、あの、きれいに同じような、あの、 形をしてますよって話ですね。もう一つは、これは、まあ今回ちょっとあんまり深い話はできませんけれども、この、これは上の方の四角は、あの、カテゴリー C からセットへのファクター、あの、カテゴリー。これはあれですね、コーバリアント、コントラバリアントのカテゴリーと、そこから C、カテゴリー C から集合セット、集合のカテゴリーセットへの えっと、ファクターカテゴリーっていうのは、それは、あの、相対であるという、行ったり来たりできる。もっと言うと、下にあるように、これ、最が逆になってますね。あの、コプレシーフは、右の方、上の図の右の C からセットへのファクターカテゴリーですね。それから、プレシーフっていうのは、あの上の図の左側の、あの、あのコントラバリアントの C オプセット、C、あの、C のカテゴリーか、カテゴリー C から集合のカテゴリーセット。 へのバンクター,カテグリーで、それが、下の表記もちょっとアジャンクション、あの随伴の表記なんですけど、ちゃんと説明しないとよく分からないかもしれないですけども。で、こういうのが、あの、成り立ってるんだっていう話です。これは多分、後でまた彼女いろいろ展開してくれるんだろうと思いますが、今のところは、あの、フォーマルコンセプト。 っていうところで、なんか簡単で、非常に簡単すぎる例で、なんか行き詰まっちゃったような気がします。